ちこけぴよです。かけぴよとけぴよ。皆さん暑いですね。暑いですね。あ、皆さんはテントがあるから。ちょっと待って待って待って、まだね、まだ一応始まってはいません。そうなんです。見る前にね、出てきちゃったんだよね。そう、ちょっとね、MC しに来ました。さっきは前座とか言ったけど、もうネタが尽きたから。そうそう、だってさっきと同じこと言えないじゃん。そう、わかるわかる。結構考えてるんだよね。結構ね、そう、実は同じこと言いたくないなっていうね、意識高いんですよ。自分で言ってるじゃない。先ほどね、11時から30分間のライブをさせていただいて、また15時から20分間のライブをさせていただきます。皆さんぜひぜひ見ていてください。お願いします。でね、なんかね、問題があるんだよね。そうそう、2分前に出てきたのはいいが、時間がわからない。あれ、そう、時計があるよ。時計がある。チャキン。ってことは、でもこれおもちゃなんです。動いてないんです。一応ね、電池つければ多分動くんですけれど、いや、つけるよって感じだよね。あやめのね、今の時計1時だよ。私はまあいいか。なので15時になったら誰か手挙げてください。そういう制度なの。そういう制度だよ。15時になったらなんかみんなで時間共有したいね。そうだね。でも時間の共有、もし誰も手挙げてくれなかったら、このままトークで終了してしまう。あった、あった、ありがとうございます。意外に2分は早いね。じゃあ改めまして挨拶しますね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私たちコケピヨです。コケピヨ、コケピヨ。もう短時間にね、2回も同じ挨拶聞いてちょっと飽きちゃったかと思うんですが、コケピヨは平均年齢15歳の5人組ユニットです。皆さん、ジェットコースター乗りましたか？乗ってるね。あれね、私たちも乗りたいんです。一人以外。さやちゃん苦手だからね。絶対嫌だよね。絶対嫌だ。絶対、うん、絶対。歌いますか。歌います。はい、歌いましょう。じゃあそんな初めてのよみうりランドの時に歌わせていただいた曲を歌わせていただきます。駆け巡るエンジェル。Oh no.
次に歌っていてとっても元気になる大好きな曲を歌わせていただきます。虹色。
ブログ、ツイッター、インスタグラム、そして LINE の公式アカウントあるのでぜひチェックしてください。フォローもお待ちしています。それでは最後の曲は7月12日に全国リリースしました新曲サマーデイザーゴーゴーのカップリング曲です。夏もあっという間に終わってしまいますが最高の思い出を作りましょう。夏の終わりのアイビッシュ。